3段階目は動画編集ソフトを実際に使っていきます。動画編集ソフトをまず起動する作業なんですけども、それぞれのアイコンをクリックしてください。でクリックしてですね、画面の上に操作の画面を合わせてください。はい、それぞれの3つのステージの説明をします。ここは素材置き場になってきます。今までの作業で、もらってきた音楽の素材をドラッグしてこの中に放り込みます。そして画像ですね、3つの画像を、順番にこちらに入れていきます。はい、今回使うのはこの3つの画像と1つの音声、そしてテロップだけでいこうと思います。まず手順としては音楽を設定しますね。このままドラッグしてくるだけで音楽がこちらにはまります。この黒いところで、反転した枠の黒いところで刺されているのが音楽の大きさとフレになります。でここで音声が入っているということがわかりますね。で次に画像の選定ですけども、そうですね、順番としてはこれでみんなが仲良くしているところを表現してですね、で次に特定の2人がちょっと仲良くなったかなみたいな雰囲気にしておいて、で最後に告白みたいな感じにしようと思います。この3つの画像を使っていきます。でここの画像と画像の空間には文字を入れていくことになります。というふうな感じですね。ここの、操作盤、タイムラインというんですけども、タイムラインにいくつもの作業を重ねて一つの動画を作っていくことになります。そして動画のプレビュー画面はこちらになります。実際に皆さんが再生ボタンを押したらどんな画面が見られるかということがここに出てきます。試しに再生してみましょう。こんな感じですね。はい、真っ黒が多いんで寂しいんでちょっと伸ばしましょう。ここの時間をドラッグして伸ばしていきます。でこちらもちょっと前後に伸ばしましょうかね。こんな感じで、はい、これでそこそこ見れるものになるんじゃないかなと思いますよね。はい、で次は文字を重ねて、このままでしたらなんかすごく退屈な3枚の絵に音楽がかかってるだけみたいな、本当退屈なものになってしまうんで、最後まで見ていただくために文字というものを入れて、ここに説明文をですね、文字で入れて退屈させない、そして伝えたいことが、こちらが伝えたいことが伝わるように書いていきましょう。今 T っていう、アイコンをクリックするとですね、これたくさんの機能が出てきます。これ文字ですね、文字のエフェクトになってきます。今回どれでもいいんですけども、例えばですね、これいきましょうか。スクロールで上から下へ文字が流れるところ、これを使ってみましょう。クリックしたままドラッグをしていきます。ドラッグする場所は、はい、こちらです。そうするとですね、このドラッグした文字を入れるところと音楽と画像が同時にタイムラインに乗って、これ再生されます、再生しますけども、表現されることになりますね。はい、こんな感じです。はい、なんかそれっぽく、映画っぽくなってきましたね。ではここをですね、最後まで文字で埋めていきますよ。全部いっちゃうとちょっと長すぎるかもしれませんけども、まあ、今回はテストなんで全部を埋めたらどうなるかやってみましょう。はい、ではここの、ね、無味乾燥な文字が並んでもしょうがないんで文字を入れていきます。このアイコンの上でタイトルの編集、右クリックしてタイトルの編集を押すと編集画面が真ん中に出てきます。ここでですね、文字を打ってくれるんですよね。レンコン来い、内容ですね。
で、文字の範囲ですね、何でもいいんですけども、誰もが最初は他人でした。いろいろなエピソードを重ねて、この偶然の出会いにドラマを変わったタイトルが恋にコンタクトするという意味でも恋をコントロールするという意味でも使いただけると で、こんな感じでね、これから皆さんと一緒に奇跡のようなこの偶然に出会っていきましょうみたいなメッセージを書いたらどんなですかね。セラサンクス、恋。はい、文字の大きさここで変えますよ。こんな感じですね。短くないですかね。ちょっとこれで一旦完成なんですけども、試しに再生してみます。今処理中ですね。はい、いきますよ。こうか。なるほど。全体がおおよそできたんで、やってみますね、再生を。ああ、なるほどね。はい。で、時間にして1分もないんですけども、とりあえず、簡単なバージョンできたかなと思っております。画面も切り替わってですね、最後には特定の2人になるという。そんなドラマも簡単に盛り込みました。写真は3枚しか使ってませんが、写真をたくさん使って表現を増やす、演出を増やそうと思えば、写真の枚数をですね、たくさん詰め込むだけ。あと文字ももっともっとコピーに凝っていくだけ。ということになっていきます。これを基本に細かいテクニックをこれから追いながら、もっと精度の高い、演出力の高い動画を一緒に作っていきましょう。それではですね、3本の動画、全部時間にして15分もなかったんですけども、この動画編集の講座を終わろうと思います。またご連絡ください。ありがとうございました。